こんばんは。あ、こんばんは。よいしょ。今日はですね、サインを書きながらやってみたいと思います。今このぐらい書き終えたんですけど、まだまだね、こちらにあるので書きながらお話をしていこう。こんな感じ。今ね、ここでなんかちっちゃいテーブル出してやってる。俺のある？あるよ。お家です。自分の部屋。これが今日の23時59分までに申し込んで予約購入してくださった方にプレゼントされるんです。なのでもうあと8、9、10、11、もうあともう4時間くらいです。4時間、4時間ちょっとくらい。申し込んだ人わかるの？なんか今日のお昼までに申し込んでくれた人の分の集計は出たので、そのお昼までに申し込んでくれた人のはわかります。今日ここでサインを書いて、後で名前を書いていこうと思います。もうね、ちゃんと一枚一枚心を込めて書いてるので、皆さん申し込んでくれた方は待っててねー先にサイン書いて後で名前書こうと思います。ほら、配信で名前書いたらさ、ちょっとないけど映っちゃったりしたらね、嫌じゃない。ちゃんとここにサインを今書いて、本当にちゃんと書いてますからね、こうやって。なので皆様お楽しみにお待ちください。今どこにいるの？今このちっちゃい机出したからね、カーテンの前でやってる。本名ははずい。お、申し込みました。ありがとう。2つのこと同時進行できないできないよ、2つのこと同時進行。あ、なんでミラーボールついたのなんでミラーもう名前書いた人？いや、まだ名前書いてないですけどね、結構ね、メールの返信とかで本名をね教えてくれる方がいらっしゃったので、あ、この人はこの人なんだっていうのが分かりました。ありがたい。その人のことを思って名前書けるので。1枚はパパのサインにして。やだよ。ちなみにうちのパパもこれ申し込んだみたいで、パパの名前がありましたラン、一覧をもらってね、うちの荻野
のうちのパパの名前が入ってました。パパ、もううちのパピーの名前がねありましたよ、ちゃんと。何してるのパパ。もうなんなら手渡しで送る。手渡しで渡すわ。もうはい、ピーピーピーって荻野ってまた来ます、ありがとうございます。パパの分は古社に書いてもらおう。古社の肉球、古社の肉球で、これ多分ねショールームしながらだったらね全然書けない。なのでまだ申し込んでないよっていう方はぜひ23時59分までなので、荻野ゆかのご指名でぜひこうやって心を込めて書いてるので、サインなんていっぱい持ってるよ、いらないって。そんなこと言わないで、そんなこと言わないで。これはこれでシャーベットピンクのMV 解禁スペシャルの特典っていうかそれなので、もうサイン持ってる、もうサイン会でもらった、いらんなんて言わずに5枚目シングルの記念と思ってサインいらないと思うけどもお願いします。2020年のゆかちゃんのサインってかなりレアになるね。ああそうなのかな、確かに。レイはあれでも2020年に入ってからやったことある気がするな。ないっけ、サイン会あれないっけ。ない ?2020 年に入ってから。あ、21歳初サインだ。じゃあこれそうだ、じゃあ2020年あったかあれだけど他の21歳初サイン、最初で最後にならなきゃいいけどな。21歳、握手会できるかもわからないし、来たらいいな。まあまだあれか。あ、生誕の時、あ、やったわ。そうだ、生誕祭の時は配った。そうだそうだ、サインに書いてあった。そうだそうだ、いか NGT48 をのゆか NGT48。 なんか面白い、家でさ、家でこんなにサイン書くことなんてないから不思議な感じがする。な、内職内職やばい、内職。でも私ねこういうの書くの好きなので、生誕祭とかさ、そうなんだろう、お史跡の方に自分で手書きでなんか書くのとかすごい好きで、だからこういうのね結構私好きなんですよね、書くの。なんかこういう同じことをやる作業が好き、結構好き。肩こるよ。大丈夫、ありがとうご心配。そうだからなんかしたいんですよね。なんか何枚書く予定、それは秘密です。でもまだ分かんないんですよね、23時までのあれ次第、締め切り次第。
を今の時点でもこのいただいている枚数よりも上回っている枚数をいただいたので、これはもう嬉しいです。本当に嬉しい、ありがとうございます。こんなにたくさん書くの久しぶりけど、ちゃんと心込めて書いてるのね。何のサイン？何のサイン？あ、これは、そっか、知らないかと思うけど、LINE ライブ特番記念っていうので、NGT のこの CD をね、AKB グループショップで予約購入してくださった方、すべての方に名前入りで直筆のサインをプレゼントっていう初の試みのことをしていて、抽選じゃなくても絶対にこう名前入りの直筆サインが当たるっていうものなんです。わーい。けどこれやっぱね、無心になれる、なんか集中できる、これ集中力が、そう、希望するメンバーのものがもらえます。もらえる、わかりやすい。今日の23時59分まで AKB グループショップで抽選なしのアテナ&サイン入りナーマ写真。ということで今はこのサインを書いているわけです。サイン会とかはほら当たり外れとかあるからね、なかなかこんな機会もないので、ぜひ皆さんこの機会に、もう今後ないと思うのでね、こんな多分こんな機会あんまりっていうか、多分もう最後じゃないのってくらいですと思いますよ、こういうの。のゆか NGT48、 あ、のゆか NGT48、あと1枚でちょうど100枚が終わる。ゆうか NGT48、 よし、無事に100枚終了しました。まあさっきからね書いてたんで、この配信の中で100枚書いたわけではないけどってな感じで、あ、やべ、でも意外と早く終わる。あとで名前を書く。ダラッ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 、100枚じゃないか。じゃあ次の束を開封。適当なわけがなかろうに。皆さん、ミュージックビデオは見てくれましたか？皆さん、ミュージックビデオいかがでしたか？ゆかのこと見つけられましたか？見つけてくれたかな。あ、なんか来てる。なんこれ。よいしょ。あ、遠い。なにこのペンギンみたいな。あ、まだ。あ、のっちくんじゃん。
ありがとう。何このペンギンみたい、初めて見た青いの。ありがとう、ありがとう。ゆうちゃん3位楽しみにしてるよ、ゆうちゃん。うん、いや倒しだよ、ゆかちゃん倒し、ゆかちゃん倒しだから。うん、またね。でいつも握手会で来た。ふとんさん、くまちゃん、ありがとう。あれ、メールの返信くれてるかな。ありがとう、本当に言ってないですよ、名前はありがとう、ありがとう。さあ、暖かい、この歌あり。久しぶり、ありがとう。メタン、君らしい、やっと流せる、立てるスカートの色、そよ風に注いる返し、恋すぎる人と待ち合わせたさま。これで N です。 N、今日も関西から見てくれてありがとうありがとう。どうしか見てないんだね、少し痩せたみたい、髪を着たせい、大人っぽい太陽と。マツさんのモノマネはほんまにほんまにね、もうゆかちゃんを応援してるからほんまに難しいけど関西弁。え、ふんぎじさん、ふんぎじさん、ありがとう。パンチパーマの特徴のふんぎじさん、会いたいね、久しぶりに。ありがとう、いつも来てくれる、いっぱいいつも会いに来てくれる、メール返信も。ポジションシャーレとピンク、さりげなく思い出させる、その頃は言えなかったけど、君が一番好きだ。君らしいシャーレとピンク、似合ってるスカートの色。おおおだ、歌詞間違えた可愛すぎる人、ミラーボールがサビのダンス
めっちゃ好きです。嬉しい。可愛いの走ってるんですよ、スカート翻弄しながら。誰こんなにあのミラーボールすごい。もう一回流そう。のゆかNGT。 なぜ季節は終わらないうちに。ゆかちゃんのダイス配信はいつ見れますか？おお、してみたいけどね。したいな。リモン着替えて、ゆかちゃん希望で A と B 両方注文。ありがとう。あったかい何をしてたの。いっぱい書いてる、いっぱい書いてるよ。久しぶり。作業進まん進まない。君らしいシャーベットピンク似合ってるスカートの色、そよ風に注いる愛し可愛すぎる人と幸せとさ。ゆかちゃんのデート、あの、あーソロのシーンはどんなイメージ？私のねソロのイメージは、あ、ペンのインク乾くからしまった、は年上の男性と付き合っているっていう体で、デートの日に相手が遅刻をしてきた、してきて、ふてくされるけど、もういいよ早く行くよって言って、でなんかカフェに行って飲み物飲みながらお話をしてて、でもう帰んないといけない時間がって言うから、なんで帰るの、もうちょっといてよっていう設定らしいです。太陽とシャーベットピンク、あの海へ誘いたくなる、横断歩道かけようってみた、今でも好きな人とやっと会えたホリデー。あれ、あ、トゥドコンコン、わ、やばい、名前まだ言っちゃいそうだった。ありがとう。何これ、お城。あ、いつもありがとう。メールもありがとう。早く会いたいね。やばい、なんかさ、モノマネとかをしたらさ、ちょっとバッシング食らいそうで怖い。ちょっと怖い。ありがとう、ふのほんほんさん。ふのほんほんさん、ゆかだよ、見てる。ありがとう、ふのほんほんさん。応援してくれてありがとう、いつも。風に言ってないよ。愛し可愛すぎる人と幸せなさまで。オタクをバカにしてるってしてるすれが立つ。やだー、そんなことない。だからちょっと控えよう。今さら。じゃあ次はこっち。ひかちゃんのものはみんな同じに見える。なんで。よろしくお願いします。お、はじめまして。よろしくお願いします。荻野ゆかさんですか？違います。嘘。荻野ゆかです。あ、あのヨドルナイさん、ありがとう。いつもあ
ありがとう。いつも配信見に来てくれる。ありがとう。ちゃんと見てるよ、 SNS も見てるよ。ふうさんありがとう。ちかゆかいのイベントってどんな感じにやる？ああ、そうなんですよ。ツイッターに書いたんですけど、ズームでこの野球についてみんなで一緒に野球一緒に応援しようっていう感じで、ズームでねできるんですよ。こうやってこういう感じでズームで、ほらほら今来た来た来たよみたいな。なのでぜひ皆さん、ぜひ皆さん、ちかさんと私と、あとは野球好きの芸人さんお二人と、なので皆さんぜひ。直接会話したりもできます、ズームで。この歌歌ったらね、ライブで絶対泣くと思う。絶対泣ける。よかったのか。 MV の構成がすごくいい。ああ、ありがとう。私分かった、これ私見つけてくれたかな、みんな。でもみんなちゃんと平等に綺麗に写ってていいね。特にシャーベットピンクとか。超いい歌。 YouTube のコメントも嬉しい。嬉しいコメント。消した。最後のダンス、わかる。最後のダンス、あ、最後のダンス、って感じ。最後のダンスね、すごい。諦めたのは何なのか、何なのか。ヘビーさん、おー元気、ありがとう。元気、中国のファンの方です。もういっぱい握手会に来てくれる。久しぶり、元気。なんかもうビデオ電話みたいな。ちょっとありがとう。またいろいろお話聞かせてね。元気です。あ、よかった。元気？元気？とか言ってた。ありがとう。よかった。また会おうね。あ、もう一回流したい。じゃあピンク流そう。ピンクまた。ちょうだい。あ、広告。じゃないですか。ペンギン、ありがとう。ゆかのね、いつも
ブサかわいいイラストを描いてくれる人ブサかわいいイラストほぼ自分の名前ホームの床、うん、ブサかうちのパパがねすごい古社の絵嬉しがってました。いつもインスタに、ね、載せてくれてるんですけど、最初は変な絵描いたから何この変な絵って怒ってやろうかと思ったんですけど、でもすごい応援してくれてるのを知ってだんだん可愛く見えてきて、その絵が握手会も初めてね来てくれて超覚えてるよ。お顔もちゃんと覚えてるよ。ありがとう。風に注ぎる返し買いすぎる日、本当にいい歌この歌。本当にいい歌。この歌本当に可愛い。ねえコメントが動かなくなっちゃう。コメント動いた。これノエの声めっちゃする。ノエの声めっちゃわかる。誰でも目の前のことしか見てないんだね。あ、やばい、ごめんなさい、消えちゃった消えちゃった。充電充電あ充電器待って充電あと 20%。ああ届かない。まあでも20あるからいいか。こっちで携帯でやりたいな。ショールームなんか携帯の方が綺麗。なんか携帯の方が画質綺麗じゃない？私のなんかこの iPad 画質悪くない？私画質悪い？私 iPad 自分で見てるだけかな、画質悪く感じるの。そういつも20もうね iPad すぐ電源なくなる。充電違いが分かんない。なんかこうやって見てる分にはすごいなんか画質が悪く感じる。ちょっと待って集中しよう。集中ねえゆか本当にねこの曲好きなんです。絶望の後でとシャーベットピンク。タブレットで配信してるメンバー大体固まってる。ヒュカはね充電が残りって出た。シャーベットピンクのダンスがお気に入りなのはすごく伝わってくる。ほんと？でも最後何枚描いたの？わかんない。何枚描いたんだろう。結構頑張ってる。とってもいい歌、そして泣ける歌。わかる。ゆかちゃんだって初見初めまして。振り付けはクリエイトボーイさん。あ、そう、振り付けはクリエイトボーイさんっていう方たちなんですけど、クリエイトボーイさんはすごいね、AKB48 さんの振り付けもよくされている方で、まあジャーバージャもそうです。ジャーバージャすごいね、すごい振り付け師さん、ダンサーさんです。ものすごい人たち方。そうなんです。そう、失恋ありがとうもそうです。お湯がはいはい
見れるといいな。ありがとうございます。こんばんは。お、こんばんは。よくみんな知ってるね。すごい有名な方ですよ。すごい方です。おぎなちゃんも振り付け考えてみたことある？あ、小学校の小学校の頃になんかクラスで出し物みたいなのやった時にみんなで考えたことはあるけど。あ、確かに乃木坂さんの振り付けも結構されていますね。うん、少し痩せたみたい、髪を切ったせ。え、誰このクマちゃん10個どうしてきた7個、ありがとう、ふうさん。おい、やばい、やばい、名前言えない。いつも、いつもありがとう。すごいね。すごい心強い応援団っていう感じ。ありがとう。なんでマジック持ってるの？あ、見えないもん。そう、これ書いてます、これ。サイン書きながらやってる。あ、曲がっちゃった。よいしょ。 CD 買いました、サインよろしく。だって、お、じゃああなたにサイン書く。はい、のゆうか MGD。 はい、あなたに今サイン書きましたので届くの待っててください。さん、最後高級だ。よく言うよ。よく言うわ。もう嬉しいけど。僕のは？じゃあ僕のも書く。今から。僕のも書きます。今から僕のも書くからね。の。はい。僕のも書きました。届くの待っててください。俺のは？俺のも書く。待っててね。俺のも今書くから。おぎのゆうか。あ、え、ノイから電話が来たんだけど、なんだろう。書いたよ、ノイから電話来た。ちょっと一瞬出てみる。あ、で、ノイもショールームやってるの？どうしたんだろう。ショールームしてるよ。ノエピッピから電話が来てた今。あ、普通に暇電だそうです。何してるのって。何してるのだって。暇電でした。マイピー、ねえねえ、連絡くれる。かわいいのね。かわいいのね。暇連でした。何してるの。あ、ショールームコラボ配信機能がついてる。そう、やりたいな、コラボ配信。みんなで48。無将棋コラボ、はよ。当たり前じゃないの。やりたいよ、そりゃ。そりゃやるよ。そりゃやりたいよ。一番にやりたい。ガタピーと。
カルビーと最近毎日連絡取ってる。昨日は画面越しでしか会えなかったけど。あ、お付き合いとゆずきママさん、お付き合いとゆずきママさん、ありがとう。くまちゃん、くまちゃん、娘ちゃん大きくなった？元気に成長してるかい？元気に成長してますか？あ、CD 何枚ずつ買ったからサイン持ってる。 ありがとう。娘ちゃんの分まで心を込めて書くね。ありがとう。メールも読んでるよ、メール返信も。ありがとう。リカちゃん、いつもリカちゃんと遊んでくれてありがとうね。いや、私も遊んでもらってるよ。私が遊んでもらってるよ。今日もね、リカさんと一緒でした。中井さんって言っちゃいそうだから、やばい、中井さんっつったら怒るの。おぴめって呼んで。だから今日は中井さんって呼ぼうとしちゃったから、やばいと思って、中井すリカさんって言ったの。中井、名字呼びじゃなくてリカもちゃんとつけて、中井リカさんって言ったら、なんでフルネームなの、おぴめって呼んでねえ、なんだよ、なんだよ、本当にねえ。そう、オピメって呼んでって怒る。なんかどうしても中井さんって中井さんって言っちゃう、言いやすいの。中井っていう名字、中井さんって、だからやばいやばい、名字で呼んじゃったって思って、中井さん、リカ、中井リカって言ったら、フルネームで言わないでオピメって呼んで。ノエがさ、仲いいって呼ぶからいつも怒ってる。リカちゃんかわいい。おぎのさんって、はーい、最近はゆかぴって呼ばれてるね。あ、そう、ゆかぴって言われてるよ、中井さんから。やっぱおぴめから、おぴめからは、おぴめからはそうやって言われてる。ゆかぴって言われてる。名字、でも私割と名字で呼ばれること多いよ。ノエもアギナー、あ、まあノエはみんなのこと名字で言うアギナーとかオギーって言われるかもしれない。オギが多い。もうマネージャーさん、スタッフさんとか、あとはダンスの先生とか、とか先輩からもオギーって言われることが多い。オギーって、ガタピーもオギー、ガタピーもオギーだし、あと誰だ、オギー、ミハルもオギー。みんなになんて言われてるかな。うん、あ、そうだね、ミズは荻野ゆかちゃん。これね、荻野ゆかちゃん。2期生からはゆかさんかゆかちゃん。荻野さんはいないかも。荻野さんっていない。ゆかちゃんかゆかさん。カニちゃんも荻、カニちゃんはもうオギ。でも最初私のことをオギユカって呼んでた。オギユカって呼んでて、なんかメンバーにユハって呼ばれるの不思議な感じするから、オギ。あとミナミにもオギ、ミナミもオギかな。
ママからずっとブーブー来る。ママ、ママもいるかな。ゆかぴ、ゆかぴこ太郎。お兄さん、お兄ちゃんはおぎゆか、あ、そう、お兄ちゃんおぎゆかって呼ぶの。なんかゆかの名前呼ばない、おぎゆかって。あれおぎゆかは。あなたもおぎでしょって。ななこはなん、ななこはゆかちゃんっていう。おぎおぎは友達か。でも応援してくださる方の中でもおぎーって方もいるよ、いっぱい。おぎーとか。でも基本的にゆかちゃんとゆかで、あの新規の方っていうか初めましての方はおぎゆかっていう。はじめましての方はおぎゆかって呼んでくれますね、握手会で。でもいつも日頃から応援してくださる方はゆかとかゆかちゃんが多いです。うん、なんでだろう、初めての方はみんなおぎゆかなんですよね。なんでですかね。初めての方はね、あとは街ですれ違う時もおぎゆかですかって、おぎのゆかちゃんですかはあるけど、おぎゆかですか。あ、公式ニックネームだからかな。ゆかちゃんですかとかは言われたことない。おぎゆかちゃんとしか呼べない。まだちょっと照れがある。お兄ちゃん、ゆかちゃんって呼ぶの恥ずかしい。なんで？逆になんて、なんでもいいです。ガチ恋にならないためのおぎゆか呼び。なんどういうこと？はじめはおぎゆかちゃんだったけど、握手会に行ってからゆかちゃんに変わった。そうだ、もうさ、なんでもいいですよ。もうおぎでもゆかでもゆかちゃんでもおぎゆかでもなんでも。ゆかって呼んでほしいって言ったら一時的に呼び捨て頑張ったけど、やっぱゆかちゃんなんだよな。はあ、なるほどね。アイドルの子もおぎゆかちゃんって言ってた。あー、確かに。なんか TIFF とかアイドルフェスとかではなんかおぎゆかちゃんって言ってくれることが多い、呼んでくれることが多いですね、アイドルさんの。呼び捨てでいいの？全然いいです。天使はちょっと違うからや。天使じゃん。呼び捨ては無理。まあね、なかなか呼び捨てってちょっとハードル高いですよ。七子のことはなんて呼んで？七子は七子です。ゆかってやんも、あゆはゆかってやん。あゆはゆかってやんって呼ぶ。ゆかすけはじいちゃん。おじいちゃん。ゆかちゃんと声にするだけで幸せな気持ち。何それ。なんかありがとうございます。嬉しい。ゆかっち、ゆかっち言われたことないかも。ゆかっぴゃん、ゆかっぴゃんもんな。木本さんはおぎの恥ずかしいなど、おきんちゃんだよ。それも違うでしょ。おきんちゃんは一時期おきんちゃんって言われてた。ゆかっぺ、あ、ギリ間に合いました。あ、ありがとう。そうなの、なんかいろんな呼び方があっていいですね。おな、面白い。まあ、お腹空いたって言われた。面白いって言われました。あ、初恋の子もゆかちゃんだったから照れることこの上ない。初恋ゆかちゃんなの。次の握手会でゆかちゃんって言おう。お
少し痩せたみたい、髪を着たせい、大人おぎおぎ。お、自分の初恋の人もゆか。あ、じゃあ来た時に初恋のゆかだよって言おう。第一声、山形真一さんは言わない。一度呼び捨て頑張って、え、呼んでみてよ、次握手会とかオンライン会でゆかって呼んで、呼んでみて、おーっていう。めいっ子がゆか？じゃあ来てくれた時はめいっ子のゆかですっていうね。加藤綾乃、それも言われない。まじむり学園のね、娘がゆか、ああ娘のゆかだよっていうね。家族からはなんて呼ばれてる？ママはゆか、お兄ちゃんはおぎゆか、弟はうん、パパはゆかぴったろう、たまにゆかちゃん。はあ、はあ、あ、いとこがゆか。やっぱ周りにゆかって多いですね、皆さん。うん、弟、うん、うん、誰に言ってるのって言ったら、うん、うじゃない、誰、うん、うんってピッタロそうだよ、うちのパパはゆか、ゆかピー、ゆかピコ、ピコピッちゃん、ピッタロパパのゆかの呼び方の歴史何ゆかピコってかのピッちゃん一時期ピコピコってなんだ、ピコ、ピコピッちゃん、ピッタロウ、だから今ピッタロウ、ピッタロウって呼ばれる。たまにユカちゃん、コシャはコシャはユカのことクーンって呼ぶ、クーンって。ユカが帰るとか、ユカがどっか出るときに、家出るときにっていう、くーん、くーんって、あ、かわいい。一回ね、ママとゆかでコシャのくーんを聞いてみたくて、あの家出るふりしてドア閉めたの、リビングので、ドア閉めてドアの前で待ってたの。そしたらくーん、くーんっていうの、かわいそうって思ってすぐ抱きしめに行った。こしゃ、かわいいの。コシャにはワイも癒されてます、嬉しい。けど甘やかしてると思うじゃない？結構ね、厳しく指導してるよ、うちスパルタに。やばい、明日アベマ的ニュースショー、皆さん明日12時から14時生放送、アベマ TV アベマ的ニュースショーです。ぜひ見てください。名前の話で盛り上がっちゃった。アベマ的にニュースショーぜひ見てください、明日の12時から14時。明日もおそらくリモートなので、リモート出演だと思う、そうです、リモート出演なので、画面越しにぜひ見てくれたら嬉しいです。あ、舛添さんによろしく。明日は舛添さん出るね。
明日そうですね、舛添さん出演されます。あ、お久しぶりだ。こんばんは。こんばんは。もうさ、このギフトがもう分からなくなってきた。私全部もう言ったよね、多分これ言ったか。大丈夫だね。じゃあちょっと私はちょっとこれからね、これ書いたり、あとアンケートとかいろいろ書かないといけないので、ちょっと今日はこの辺で終わりにしたいと思います。うん、じゃあ皆さん今日も見てくれてありがとうございました。23時59分までなので、皆さんぜ、あー、皆さんぜひお申し込みお待ちしています。 AKB グループショップから予約購入いただいた方に、全員に直筆名前入りサインをプレゼントということで、またモバイルメールでお会いしましょう。